経営難が続く千葉県のローカル鉄道、銚子電気鉄道。新年度を迎えたまさに今日、銚子電鉄の今後を左右する2つの挑戦が始まりました。1つ目が、この春銚子電鉄に入社いたしました明賀正直と申します。よろしくお願いいたします。本当に20歳とは思えないくらいしっかりしていました。銚子電鉄に4年ぶりの新卒社員、東京府中市出身の明賀正直さんです。そう、銚子電鉄2023年度1つ目の挑戦、それは新卒社員の採用でした。なぜ銚子電鉄に？私は幼い頃から鉄道の仕事に就くのが夢でして、その中でも銚子電鉄は前々から苦しい状況が続いておりますが、知恵と工夫でなんとか乗り切っている、そういう姿に感銘を受けまして銚子電鉄に入社いたしました。経営難が続いているんですけど、はい、ちょっと不安とかはないですか？正直なところ不安はもちろんあります。ただ銚子電鉄の電車をなくさないためにも、私にできることを精一杯精進してまいりたいと思っております。そして2つ目の挑戦が、銚子電鉄の本社です。次なる秘策のための打ち合わせが行われているということです。何やら真剣に打ち合わせをする銚子電鉄の経営トップ、竹本勝則社長の姿が。実は今日、経営難を乗り越えるためのニューアイテムが発売されるといいます。春の風に吹かれていただく、もう最高です。この日、竹本社長の姿は東京港区にありました。訪れたのはゲームソフト制作の大手バンダイナムコです。スタンプラリーであったり、あとは御朱印帳をうちまやってるんですけどね。御朱印帳のご意見結構ありましたね。そうなんですよ。現在銚子電鉄は、さまざまな経歴を持つ男性アイドルたちをプロデュースするバンダイナムコのゲームとコラボしています。銚子を訪れることが少ない若い世代を新たに開拓する狙いがあるといいます。銚子電鉄のみならず銚子全体とのコラボですねが実現すれば、これほど素晴らしいことはない。たゆまぬ努力で経営難に立ち向かう銚子電鉄。二つ目の新たな挑戦は、2020年4月から発売している銚子電鉄名物のリニューアルだといいます。先月行われた経営会議では、そのパッケージに入れるキャッチコピーについて話し合われていました。箸が止まらないと、我々も電車止まりそうだけど買ってご購入いただくことで、うん、我々も電車を止めずに済むんですっていうね、うん、いいですね。恒例の自虐ネタでアイデアを次々と出していく竹本社長。そして決定したキャッチコピーがこれだ。濡れ餃子で電車を止めるなって。濡れ餃子、それは一体ということで、ワイドスクランブルはこの濡れ餃子を取材しました。竹本社長、濡れ餃子のコンセプトについて竹本社長は、春キャベツは食感がシャキシャキしてすごく水分量も多いので、はい、濡れてますね。あ、よく濡れてますかね。、はいはい、なので濡れ餃子という名前で販売させていただいております。、はい、また銚子が発祥の濡れせんべいにもあやかり、濡れ餃子という名称で販売しているといいます。どうせいただきます。めちゃくちゃうまいです。主張の激しくない、優しいキャベツの甘みがありますよね。春の風に吹かれていただく濡れ餃子、もう最高です。本当に濡れていました。銚子電鉄2023年度2つ目の挑戦、それは濡れ餃子のリニューアル。今日からその名も新濡れ餃子として販売が始まっています。
春キャベツをたっぷり使った餃子には銚子の老舗店で作られた天然発酵調味料が入っているため、何もつけずにそのまま食べることができるんです。さらに銚子電鉄とこの農家には深い関わりがありました。今からおよそ100年前、銚子電鉄はまさにこのキャベツ畑の真ん中の土地を提供してもらい、開業することができたということなんです。地元の地域の方とですね、コラボすることによってですね、共にこうウィンウィンの関係を築いていけたらいいなということですね。はい、さあ新年度とともに新たなスタートを切った銚子電鉄ですが、本日は社長の竹本さんと中継を結んでいます。西野アナウンサー、お願いします。はい、こちらは銚子電鉄の本社があります中野町駅からお伝えしていきます。竹本社長、年度を始めの、ね、お忙しいところにありがとうございます。この後ですね、4月1日ですね、今日ね、はい、1日ですね、今日ですね、後ほど社長にたくさん質問に答えていただきますので、後ほどお伝えします。よろしくお願いいたします。後ほどよろしくお願いします。さあ、ではこれまで竹本社長が仕掛けてきたユニークな戦略見ていきましょう。まず2015年です。最初に仕掛けたのがお化け屋敷電車の運行だといいます。2016年には銚子に UFO を呼ぼうという未確認飛行物体の召喚イベントを行い、 UFO だけではなく観光客も呼び込みました。そして2017年にはプロレス団体とタッグを組んだ電車プロレスを開催。そして2018年には今では有名になったまずい棒が販売されました。美味しかったです。はい、さあそして2019年です。売るものがなくなってきたので音を売りますという売り文句の踏切音や走行音、ブレーキ音など17種類の着信音、着超電音を販売。さらに2020年にはコロナ禍で鉄道の料金収入が減る中、電車を走らせ続けたいという思いから映画電車を止めるなを制作しました。カメラを止めるなもね、本当ヒットしましたもんね。こちらの映画、現在も池袋の映画館や銚子のお寺などで上映されています。映画も止まってないんですね、公開もね。はい、さあそして去年です。受験生などが暗記をする際に使う赤ペンと赤いシートありますよね。はいはい、このアイテムに赤字を消したいという願いを込めて、赤字が消える暗記セットを販売しました。いや、これ欲しい会社いっぱいあると思います。そうなんです。そして今日から、先ほども VTR で紹介しました地元キャベツ農家とタッグを組んだ新濡れ餃子の販売と、まさに新たな挑戦が始まっているんです。さらにです、今日4月1日午前0時に銚子電鉄の公式ツイッターにこのような投稿がありました。はい、あら、銚子電鉄はいろいろ問題があるので、本日より調子悪い電鉄に社名変更しますと、このようにですね、竹本社長の顔に赤く問題と書かれた文字が載った写真とともに投稿されているんです。竹本社長、これは何でしょうか、この赤いのは。はい、はい、昨今のですね、厳しい経営状況に鑑みて、エイプリルフールということですね、はい、思い切って銚子悪い電鉄という社名変更についてネタを投稿させていただきまして、また問題があることについてですね、はい、本日また後ほどですね、いろいろと発表をさせていただこうというふうに考えております。これはまだ第1弾なんですね。そう、今日の2時ぐらいですかね、当社から大体的な発表をさせていただこうというつもりでおります。ありがとうございます。はい、竹本社長、でも今ご紹介させていただきましたが、数々の素晴らしいアイディア、ね、このポイントにされていることっていうのはどんなことなんでしょうか。はい、当社はですね、6年ほど前から日本一のエンタメ鉄道を目指そうということで、乗って楽しい銚子電鉄と、いろんなイベントを企画して実施しております。全長わずか 6.4 キロで20分ほどで終点ついてしまいますので、今流行りのレストラン列車
などを運行するとですね、おそらく前菜で終わってしまうんですね。ですので短い時間ではありますけれども、お客様に楽しんでいただけるような企画をこう次々と実施することで、新たな需要を喚起したいと、多くのお客様を銚子に呼び込んでですね、銚子の街に少しでもこうお金を落としていただければという、まあ、地域への恩返しという意味でですね、そのようなことをですね実施しております。エンタメ鉄道を目指しております。はい、中野さん、ぜひ竹本さん、まあ、そういったことに前提としてですね、はい、はい、あ、ごめんなさい、あの中野信子さん、脳科学者の、ぜひ竹本社長と、ね、お話ししてみたいとずっとおっしゃってます。どうぞ。今日は夢が叶って、あの竹本社長とお話中継ではありますができてとても嬉しいです。ありがとうございます。やっぱり日本の人みんなね、こう小兵が知恵と工夫で勝つっていうのみんな好きだと思うんですけれども、こう毎年のようにあのみんなをちょっとクスッと笑わせながらも、こうあの 自虐ネタでみんなを楽しませるというその発想をされてるんですが、その発想の源はどこにあるんでしょうか。そうですね、いつも、まあ、くだらないことばかり考えてるんですけども、これ以上業績がくだらないようにという願いを込めてですね、一生懸命こう楽しいネタを考えてるんですね。いつも参考にしてるのが、あるアフリカの部族が雨乞いをすると 100% 成功するという、まあ、この話にすごい感銘を受けたんですね。何かと言いますと、雨が降るまで雨乞いをするんだということで、一生懸命考え続けるんですね。一生懸命一心不乱にいろいろ考え続ける中で、いろんなこういろんなアイデアが、まあ、なんていうんですかね、与えられると言いますか、ふっと湧いてくるんですね。そういった感覚を大切にしています。もうなんか竹本社長対談本出したいぐらいです。素晴らしい社長、素晴らしい。ぜひ実現させていただきたいですけど、ね、デイブさん、ギャグ仲間として何か伺いたいことあるんですか。ダジャレ、竹本社長応援してます。なんかダジャレがお好きだと聞いてますが、一個ここで、デイブさんのダジャレセンス、はい、いつも参考させていただいてます。30年ぐらいずっと参考させていただいてます。一個ちょっとありますけど、銚子電鉄は千葉なのに暴走できない。あ、うまい。あ、いかがでしょう。素晴らしいです。脱毛でございます。もう一つありますけど、銚子電鉄の濡れ餃子、食材はグー、はい、グー、グッド、いかがでしょうか。素晴らしいですね。一つ目で一つ目でやめればよかった。優しい社長ね、とても優しい。そんな本当にアイデアマンな社長の人生、どんな人生を送ってきたかと、うん、私たちが勝手にまとめさせていただきました。西田さん、こちらのフリップご覧ください。はい、まず竹本社長は1986年に大下さんと同じ慶応義塾大学を卒業後、父親の影響で税理士の道へと進みました。その後、銚子電鉄の顧問税理士になり、2012年に社長に就任することになりました。そんな竹本社長は社長に就任後の2016年6月に電車の免許を取得します。なぜかと言いますと、会社にお金がなく、人手不足や人件費を補うためだったそうです。そして2017年からは千葉科学大学の非常勤講師も務めています。竹本社長の健康法があります、はい、それはダジャレを言うことです。人を笑顔にし、自分も笑うことでリラックスできるそうです。そして自虐とギャグで、自ギャグを銚子電鉄のさまざまなイベントに生かしているということなんですよね。今日も炸裂していますけど、やはりこの自虐の哲学というのを教えていただいてもよろしいですか。はい、哲学というほどのことではないんですけど、まあ、自虐という言葉ですね、これを繰り返しているとですね、自分を虐げてしまう。他人は傷つけない、だけども自分を虐げてしまうので、自虐に、まあ、ギャグを加えて自ギャグと銘打つことですね、自分も話題飛ばしている、自分を傷つかないというですね、そういったメリットがあるのかなということで、まあ、自虐に基づいたですね、いろんな商品やイベントをですね、いつも考えているというふうな状況で、まあ、たまにこう滑ることもあるんですけども、失礼しました、ね、滑ってしまいました。たまに滑ってしまうこともあるんですけども、そういう時はですね、今の自虐ですかって聞かれることがあるんですけど、はい、そうです、親自虐ですというふうな逃げ道も用意したので、自虐ネタに取り組んでおります。自虐ネタに取り組んでおります。恐縮でございます。いや、スタジオの皆さん、はい、何か質問がありましたらどんどんお願いします。こちらもね、自虐の達人がもう一人いらっしゃいまして、はい、柳澤さん、いかがでしょうか。いや、ぜひ社長に伺いたいんですけど、
当たればいいんですけどね、この自虐がね、はい、滑る時あるじゃないですか、はい、寒くなった時どうやって自分を立ち直させてるんですか、はい、やはり今のは親父ギャグだったんだということですね。まあ、次うまくいかないこともありますけども、諦めずに調子を続けるってことは、それこそ雨乞いじゃないですけど、受けるまで言えばいいんじゃないですか。受けるまで言えばいいんですね、ずっと繰り返し繰り返し、そうですね、こう諦めないっていう、そうですね、それが大切かというふうにいつも思っております。寒くするんだったら夏だけにしてほしいなって感じしますけどね。社長、おっしゃる通りです。社長、伺ったところによりますと、はい、都内で4時間自ら、はい、その銚子電鉄のグッズを販売するために、はい、店頭に立ってらっしゃるというふうに聞いたんですけれども、はい、それはどうしてでしょうか。そうですね、はい、まあ、少しでも売り上げをこう増やしていかないとですね、やはりこう長期化するコロナ禍の影響でだいぶこう企業としての体力は失っておりますので、いろんなところに出張販売ですね、出張販売、要はもう行商人としてですね、一生懸命商売を続けております。こういった入れ立ちですね、おせんべいとかまずい棒を一生懸命売らせていただいています。そうやって街 で、まあ、出張販売することでアイディアがこう何かヒントになったりもされます。はい、お客様といろんな話をする中でいろんなアイディア、ヒントを、ね、いただくことも多いので、大変有意義な業種ですね、うん、はい、本当にお忙しい中今日ありがとうございました。竹本社長、はい、本当にありがとうございます。これからも午後2時も、はいはい、注目しております。ありがとうございました。ありがとうございました。西野アナウンサーとお伝えしました。はい、中野さんいかがでした、ね、中野町駅っていうのはダジャレじゃないんですよね。ちょうどやっぱりご縁が、いや、中野町駅からたまたまなんですよ。たまたまですよね。ですが、それもすごいですね。はい、キャベツがパリパリしてるけど濡れ餃子、濡れ餃子、美味しそうですね。本当です。あとは2時、あと2時間半ぐらいですね。どんな発表があるのか楽しみです。はい、